小宮高安は日本の俳優、お笑いタレントである。所属事務所はオフィス PSC。以前は石井構造オフィスに所属。神奈川県小田原市出身。神奈川県立小田原高等学校を卒業後、1979年に明治大学を卒業する。高校では三田超人らと共に落語研究会を創部した。明治大学でも 落語研究会に所属し、三宅雄二、立川志之助、立川段之助らの先輩や、渡辺正幸や立川段校などの同期らと落語を、検算した。この経験は2002年に、ゲスト出演した、テレビドラマ、相棒での落語火薬に生かされ、劇中では、手紙無筆を披露した。大学在学中の1976年、落語研究会と、並行して、 劇団テアトルエコー養成所に入所する。1978年には研究生となるも同年に退団する。明治大学の同級生だった渡辺正幸の誘いを受け、養成所で一級上だったラサール石井を含めた3人で、1979年に渋谷道頓堀劇場でお笑いトリオのコント赤信号を結成する。テアトルエコー養成所時代に、 内部の声優試験に合格したことから、声優としても、宇宙戦艦ヤマトシリーズや、新、エースを狙え、などに参加し、2000年からは、テレビアニメ、こちら、葛飾区亀有公園前発出所で、木星夏春人役を演じた。1991年、三田超人のプロデュースにより、MC ハマーのパロディである、MC、コミヤ名義で、CD シングルをリリースする。 1984年の赤信号劇団旗揚げ以降は、タレント活動とともに俳優活動にも力を入れるようになる。1990年代以降は、お笑いタレントとしての活動よりも俳優としての活動が目覚ましく、一人舞台、舞台プロデュース、英語劇などに精力的に取り組んでいる。2004年には文化庁文化交流士としてロンドンに演劇留学し、 伊手国再演劇協会の会員にも就任した。同年、熱海五郎一座の元となる、伊藤四郎一座の旗揚げに参画する。コント赤信号としての活動がない現在でも、渡辺やらサールと共演する舞台劇も少なくない。私生活では1991年に、テレビ番組のロケで知り合った18歳年下の女性と結婚。 2001年に夫人が乳がんを発症し治療を続けたが2012年に夫人とは死別している1991年に MC ハマーの曲をカバーし MC 小宮名義で CD をリリースしたミニアルバムのタイトルは Please 小宮 don't h u r them でハマーの代表曲 You can't touch this 中の Can't touch this というフレーズを曲名の由来にした検体器や 検討誌ですが収録されていた。ヒカ州のメンバーである、三田超人が日本語誌を作詞し、アルバムをプロデュース、巻上孝一もゲスト参加したことで、テクノラップ歌謡のマニアにも注目されることとなった。現代機の後半でナレーションを担当しているのは、渡辺正幸。テレビ番組などで歌う場合は、自主規制に排除し、はめたいを、休みたい、やめたいに変更し歌っていた。 MC 小宮は2007年の TBS、オールスター感謝祭0 7春の問題としても登場し、バブル当時に一世風靡した、この曲を歌っているのはどちらという二択問題で7人が間違えたため、会場は爆笑の渦となった。ありがとうございます。